楽しみ。どうぞ。失礼いたします。ラムダ？あ、やっぱりガンマ様の危惧されていた通りに。まだ何も実験してない。ただいつでも始められるよう、こうして実験室に運んで寝かせてるだけ。それはそうかもしれませんが、せめてアルファ様による決定をお待ちください。たとえこの悪魔月が教団の先兵であったとしても、ラムダ、この者はまさか本人？知り合い？いえ、直接的には知り合いではないのですが、とにかくすぐに七影の皆様へ報告をせねば。みんな城の方で会議してる。イータ様、くれぐれも、どうかくれぐれも。お願いいたします。せめて情報だけは確実に得なければなりません。ガンマと同じこと言ってるし。わかった、ちょっとの間我慢する。ありがたき幸せ。それでは失礼いたします。実験台にできないかも。カレン・フォン・ヘルツォークの容体は安定しました。今は消耗のために深い眠りについています。右足は元通りになりましたが、右目の方は悪魔月の肉種とは無関係のものだったらしく、シャドウ様であれば古傷でも治してしまわれるのでしょうけど、私の実力が足りないばかりに。仕方ないわ、イプシロン。私だって後を全く残さずに治癒をすることはできない。肉体に定着した傷跡であるならなおのこと。ガンマの報告によれば、幹部だった右足を縦代わりにして投げつけられた体験を受けたということだから、その右足に後遺症が残っていないのであれば大成功よ。アルファ様、ありがとうございます。それにしてもディアボロス教団幹部の悪魔月ですか。場合によっては情報だけを聞き出して秘密の漏洩を防ぐためにも。ちょっとベータ、あの人は極限状況で私のことをかばったのよ。それを有無を言わさず殺すだなんて。例えばの話で殺すとまでは。ただ教団は我々の敵ですから、いろいろな局面は想定しないと。それはそうかもしれませんけど、あの人自身が本当に敵かどうかも分かっていないうちからそんな言い方を。もう一人のセルゲイという剣士の方はシャドウガーデンのことを知っていたんですよね。もしかしたら仲間割れを装ってガーデンにスパイを送り込む策略なのかも。そんな、ベータ、二人とも落ち着いて。彼女を治癒するためにアレクサンドリアへ連れてくるよう最終的にガンマへ指示したのは私よ。アルファ様、確かに悪魔月の治癒自体は私かアルファ様さえいればどこでも可能なんですよね。その通りだけど、私は彼女をこの地に誘った。それにはガーデンとしての劣気とした理由があるの。ガーデンとしての理由？彼女が悪魔月になったことで教団から切り捨てられた幹部だというのであれば、我々シャドウガーデンは胸襟を開きつつ選択を迫る。その結果、教団の秘密情報を入手しつつ彼女自身を有能な部下として迎え入れることができれば、それはガーデンとしての姿勢をより明確にすることにもつながる。
教団がどのような理由であれ悪魔つきを許さないのであれば、ガーデンがその逆の道を示すことには大きな意味があるから。アルファ様だけど、シャドウガーデンの示す道を自分の意志のもとに進むかどうかは彼女の選択次第。場合によっては私がこの手で責任を持って彼女を亡き者にするつもりよ。え？ベータ、あなたまで驚くの？いえ、そういうことでしたら今のところは私からは何も。同じことを口にするにしても、アルファ様とベータじゃ言葉の凄みが違うってことよね。七影の皆様、会議の途中失礼いたします。ラムダ、イータの様子を見るよう頼んだはずだけど。はっ。教団幹部の悪魔つきについて早急に報告すべき情報があると判断し参りました。彼女について知っているのね。はっ、存じ上げております。あの者はカレン・フォン・ヘルツォーク、ベガルタ帝国におけるサイコさんの貴族の名家の一つ、古来より帝国内に所領を持つヘルツォーク男爵家の若き当主にして、ベガルタ七部家の一人であります。それだけだったらよかったのだけど。ガンマ様。ラムダ、カレン・フォン・ヘルツォークとヘルツォーク家についてあなたが知っていることを元ベガルタ帝国軍人としての初見から話してもらえるかしら。その上で我々が直面している問題についてあなたの意見も聞かせてほしいの。さあ、イエスサー。そんな、カレン教のみならず七部剣のセルゲイも教団の幹部だというのですか？救出した際のやり取りからの推測であって確定事項というわけではないのだけど、少なくともセルゲイはシャドウガーデンについて知っていたし、そのセルゲイはカレン教を殺そうとしていたわ。そしてカレン教の方は自分が悪魔つきになったことで教団に見捨てられたことを認められずにいるようだった。ヘルツォーク家は貧困法制公明盛大を旨とする名門として知られる古参の帝国貴族とのことだけど、具体的にはどのような点が評価されているのかしら。はっ。帝国へ侵入している貴族の所領における統治の質は所領ごとに大きく差があるものなのですが、ヘルツォーク家の治めている領地については長年において統治が安定しております。住民の陳情にも積極的に応じる姿勢者であり、抱える軍勢は小規模ながらもその練度は相当に高く、歴代の当主個人も魔剣士として相当の腕を誇っております。当代のカレン教にあってはベガルタ七部剣に選ばれるほどで、剣技はもちろんのこと槍術の腕前にも優れております。対外的にはまさしく文武両道の名領主という感じの貴族なのね。そんな素晴らしき名君、しかしてその正体は。ですよね。知らず知らずのうちに人々が教団に支配されているなんて。その真相を含めて本人から詳しく話を聞く必要がありそうね。なぜ私を殺さない？あら、殺してほしいの？どうせ殺すなら実験台にしたいんだけど。ちょ、イータ！なれ、実験台になれ。イータ、もうこの場所といい、あなた方といい、わからないことが多すぎる。それに悪魔つきの症状がこうも嘘のように回復するなんて。それが嘘なんかじゃないとあなた自身が一番わかっているはずよ。カレン・フォン・ヘルツォーク教、もしあなたがディアボロス教団の幹部であるならば、あなたには二つの道が用意されている。一つは教団について知っていることを洗いざらい話した上で、全てを捨てて我々シャドウガーデンの一員となるか。そしてもう一つは、今ここで教団について知っていることを洗いざらい吐いた上で、
悪魔つきの呪いから解き放たれた命を私の剣によって絶たれるか。どちらも選ばず、私が教団に準じ自ら命を絶つとは考えないのか。あなたは追ってから逃げていた。悪魔つきの症状に蝕まれながら、ご自慢の槍を杖代わりにしてまで、それは生き延びたかったから、自分の運命に反逆したかったから。そんなあなたが追われて誰かに殺されることはあっても、自分の手で自ら命を絶つ、今のあなたが丸腰でなかったとしても、それはありえないわね。よかったら自らを貫く槍の一本でも貸してあげましょうか。このバレン教、このお方を見かけ通りの子供だとは思わないことだ。その姿勢、ベガルタ軍人か。そして元悪魔つきでもある。今も命以外の全てを失ったケイと同じようにな。カレン教、私にはあなたが邪悪な存在だとは思えない。あの状況で私をかばうなんて、やろうと思ってもできることではないもの。あなたは教団の者として働いていたのでしょうけど、貴族としてのあなたには立場に対する義務と誇りが感じられる。よかったら話してくれないかしら。あなたが教団にとってどういう存在で、どんな役目を担っていたのかを。拷問するなり、さもなければ投薬でもして強制的に聞き出すこともできように。それは最後の手段にしたいところです。お互いにいい出会いにしようじゃありませんか。これから長い付き合いになるのかもしれないんですから、その関係は上司と部下ということではありますけど。なんという営業トーク。アルファ様が圧をかけてガンマが懐柔する。なるほどね。いいだろう。もはや私には何も残されていない。誇りも何も含めて洗いざらいぶちまけてしまうのも一興か。何も残らないなんてことはありませんよ。だって私たちだってこうしてここにいるんですから。そしてあなたもこうしてここにいる。そうでしょ。まさかここにいる全員がもともとは悪魔つきだったというのか。その通りよ。そしてシャドーガーデンは世界中に散らばって活動し、悪魔つきを救い出すことを使命としている。ディアボロス教団を滅ぼすことと並行してね。そうか、そういうことならば、私が知っていることは全てお前たちに伝えよう。その上で私の命どうとでもするがいい。それなら後で実験台なって。それは断らせてもらう。何かとてつもなく嫌な予感がするので。